パリゴリンバレーボール女子1次リーグ日本1から3ポーランド28日パリナンアリーナバレーボール女子日本代表が初戦で敗れた世界ランク7位の日本は同4位の強豪ポーランドと対戦痛い初戦黒星も日本女子の難敵相手のネットに x 旧ツイッターのトレンドでは女子バレーの5文字が6位まで急浮上したネット上には女子バレー 必死の戦い見て泣きそうサリちゃんやマユの強打は通用したんだがいや日本コールが起きてるの胸熱だなぁの場内の声援を喜ぶ声ポーランド選手の圧倒的な大きさを嘆くブロックが高いからなぁなどの声も集まったそんな中今大会限りでの引退を表明している小賀の「最後まで諦めないエース小賀ってすごい」「サリちゃんの活躍見ると最後か」って涙出てくる「細い腕や足ですごいわ」 美しい輪のサリナ見るのもこれが最後と思うと寂しい限りなどの声も多く上がった日本は第1セットから古賀紗理奈のバックアタックが炸裂古賀がスパイクで9点を奪うなど格上のポーランドを相手に優位に試合を進め第 1S を25対20で奪った第2セットは18から18まで一進一退だったが そこから連続でポイントを落としてリードを広げられ、22対25で落とした。第3セットも男子代表の石川祐希の妹、石川慎介らの粘りのプレーで追いすがったが、23対25で落とした。第4セットも2メートル超えの選手もいるポーランド相手に子が中心の粘りでデュースまで持ち込んだが、26対28で落とし、セットカウント1対3で敗れた。